いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。ちょうどよかったです。八神さん、待ちきれなかったもので。さあ、間宮ゆいの家にはタクシーで行きましょう。さあ、間宮ゆいの家に行きましょう。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。さてどうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原昭弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか？お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすいません、白崎先生の助手で探偵の八神と言います。は？ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は
例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日、都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。あの、それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも、あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり、録音させてもらったり、形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず、簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？今話せば10分で済むんですね。ええ、できるだけ手短にやります。わかりました。少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか八神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、良かれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから、どうぞ。バイバイ。失礼します。なんだ。
これは。それで、私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことは、もう全部話しましたよ。ええ。ですがこれが最後だと思って、もう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね。ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら、痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時、怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね。そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが、今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないので、あまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのは、そちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は並の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると、電車に乗り込む時、間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど、違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの？私はどんな人が触ってきているのかも見えずに、怖くてどうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまで
することもできなかった。ママどうしたの？大丈夫、何でもない。もうすぐ終わるからね。お腹空いた？うん。そこで本読んでていいから、もう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングで、まずお尻を触ってた手を掴みました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ、間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越場博という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これって、この映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越場は江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。
被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を。わかりません。ここまでの捏造動画を作るには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね。もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか。そうだね。その前に海藤さんに一本電話入れとこうかな。わかりました。では先に行ってます。おお、海藤だ。こっちは今カムロ町に戻ったとこ。そっちはどう、変わりない？なんだ、別に大丈夫だぞ。もしかして RK のことで心配してんのか。背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。了解。
もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか。ああ、始めよう。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ。画面には三越芝の殺害現場である偉人町のハイビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、あの殺人動画をネットに上げたのは三越芝殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。え？江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて三越芝殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたらどういう風に作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が三越芝を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。どうなんでしょう。江原は朝7時43分に池袋の改札を通ってホームに立ってからずっと防犯映像にその姿を捉えられていた。でも殺人動画の通り7時半に三越芝を殺してたなら、偉人町からたった13分で池袋に着くことはできない。すると池袋のこの映像に映ってるのは江原そっくりの別人、替え玉だったってことになる。替え玉ですか。ああ、キャップとサングラスはそれをバレにくくするための小道具だ。いえ、その場合江原は三越芝殺害後痴漢として取り押さえられる前にどこかで替え玉と入れ替わらないといけませんよね。でもそのタイミングはありませんでした。池袋で江原が間宮さんと電車に乗り込んでいく姿は複数の防犯カメラで捉えられ、車両内のカメラにもずっと映っていました。さらには痴漢行為に及んで新宿駅に到着後被害者を振りほどいて逃げる姿も。そして最後は結局江原を追いかけていた間宮さんの目の前で取り押さえられたんです。そっか、つまり池袋のホームに立ってからの江原は常に防犯カメラの目にさらされていたと。いや、それについては違うんじゃなかった？え？
一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ。あ、なるほど。確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか？この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと。怪しいな。これは。矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？可能性としてはあり得るよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか？人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたら、かなり運任せですよね。運任せ？ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり。矢上さん、どうでしょうか？これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやー、そんな。ああ、さすがだな星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え？一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと？やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？それって何のことです？痴漢の被害者だった間宮ゆいは初めから江原とグルだった可能性がある。え？その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか？まさかそんな。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は
追ってくる間宮ゆいにさえ目をつぶってもらえれば、防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ゆいがグルでないなら、この入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ゆいは、そこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて、本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今八神さんの言ったやり方だと、江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いや、その件も間宮ゆいがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ゆいはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間は、そういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ゆいさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越芝殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね、多分それで決まりだと思います。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越芝殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮ゆいはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて、経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ゆいにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が。なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね、ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何です？そもそもこの痴漢事件は、大々的に人目に触れて初めて三越芝殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら、誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま経過は立てられないだろうな。それとやっぱり間宮ゆいがグルなのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。間宮ゆいからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、
6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。偉人町でだ。あれは確か。俺が巫女柴の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、間宮ゆいも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮ゆいと江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮ゆいの実家から近い。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎、司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え、清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。